でさあ、ヨシエさんこんばんは。いろいろ買ってきました。ありがとう。ジェイさんナイスしましたって、ありがとう。しおちゃん飲むイチゴヨーグルト、また買ってきたよ、いろいろ。バカだから2個買ってきた。バカだから、ね、はい、吉田さん言ってた、ボスあったかいやつ、あったかいボス、うん、これしまって君だけのプリン、これしまってくんない。あったあったあった、こんばんは、なおちゃん、ナイスした。君だけのプリン3つ、ありがとう。こんなめった買うバカいないよね、嫌なの。高い午後の紅茶ストレートで、こんだけ金使わないんだよ、もうダメだよこの子ね。あとこれこんだけ金使わない、フルーツミックス100っていうウィッシュってやつ、うん、最低だよこれ、なんだかわかんない、初めて買いました。人間として最低、こんだけいろいろ買ってくるしないだよ。ハゲは物を買いすぎだって、本当だよね、クズだよ。これしまってよ、ほら。うん、わったわったわった結構買ってきましたよ。いいじゃない、ほんとあんたクズだよね、物買いすぎだよねお金の大切さ分かってないよ。いや、どうせ食うし飲むから。あ、いいよ、ほらもう頭くるから、片付けは全部私だから、これから。だから頭くんだよ、何でも。あんたここにいて食って向こう行っちゃうんだからあ、みんな私が片付けんじゃん。だから狙いねえんだよ私、いつもあんたなんかいなくていいよ。なんだこのクズ、なんで人の杖向こう来んだよ、はいはいはい、バカ野郎が、気違い、こんなに買いやがってよ、うん、クズ野郎、人間のクズだお前は。本当だよ、こんなに買ってくるバカいねえだんべ。すぐそこのな自販機で一つずつ買ってくりゃいいんだよ、なんでこんなに買うんだよこの時を思い出さないと、ほら関係ねえよ、この野郎怒ってる時は関係ねえよ、この時を思い出さないと関係ねえよお前なんか、はいはいはい、クズ野郎、早く死んでこの野郎、ほんとクズだからね、自分でね、ほんとクズだよ、金遣いが荒くて普通の人間じゃねえよこういうやつは。私いつもそう思ってる、普通の人間はここまで買わないよ、ほんとにね、ね、買えるよね、うん、うん、最低だよねあのガキ、なんなんあれ、あのガキ、なんなん、あのガキよ、クズだよ、何様なんこの野郎、ヘドが出るようなガキだで、クズ野郎で、頭くるよ、ほんとに、頭くるよ、ほんと、何様なんこのクズ、あったかい午後の、関係ねえよ、クズ、お前みたいなクズは関係ねえよ、クズ野郎、早くいなさないで、この野郎、クズガキが、バカタレが、どこまでクズだ、本当に。金遣い荒いんだよ。お前の金のありがたみが分かんねえんだよ。よた野郎で。毎日日曜日でな、こんなうまいもの食えるか、バカ。早く働け。うまいものって。働け、どんどん。働け、お前のクズだから。こんなに買うバカいねえよ。何様だよ、ね。そうなんだよ、あんた。セブンイレブンは高いから。スーパーより。全然頭ないから。金の。何様だよ、あんた。金に追われてるくせに。何様だよ。親の金で使っていきやがってよ、このクズが。お前なんか人間じゃねえや。ちょっとやろう。怒りたくないらい。お前が。人間じゃないよって何か言うんですか。人間じゃなかんべ。てめえで働かねえでよ、楽してよ、人の金使って生きてる人間が人間じゃねえでよ、ほんで何も片付けねえよな、何もな、ほいで自分のままめった買うよな、いろいろズボン買ったりな、服買ったりな、人の金でな、ずうずうしいよな、人間ずうずうしいよ、あんたは最低だよこのガキ、だから喧嘩になるんだよ、どうでしょう、こんなクズ、こんな買うばかりないよ、本当に何様な、本当クズだよ、はっ、どうでしまっとけな、こんなに出しとかないで、ムカつくから、ムカつくからしまっとけばムカつくからやねえよこんなもん、しまっとけばムカつくから、一応ちゃんとした文章にはなってんすよ、
要ないから。食事の脂肪の吸収を抑える飲むヨーグルトイチゴだって。関係ねえよ。うん。美味しい。どんどんあれだよ。しまってくれるこれ。イライラするから。私が片付けんじゃ嫌だからさ、もう。悪いけど。うん。これ開けてくんない？あ、ちかこさんです。ゾウさん。もうイライラしてくる、このバカ見てる。はい。ほんとクズだから。イライラするから。ほんとにクズだからね。もう話になんないよ。こういうクズは。ほんとに。頭がくる。これめっちゃ美味しいですよ。関係ない。関係ない。お前なんか。こっちは一生懸命な足をさ、頑張ってやってる。向こうで寝てやがってよ。今頃会議ばかいるかいね。やってる最中会議がいいんだよね。そうでしょ。今も配信やっとるよ。やったっててめえ、あれなんだよ。ああ、しまった。クソガキが。死ねえ、この野郎。お前なんか人間じゃないよ。なんか言うそれ。だって人間じゃないもん。あんた働かねえで、こんだけの贅沢する余裕なんかねえで。あんたにあるんかい、こういう余裕が。金に追われてる人間がよ、年中支払いの金でよ、よくこういうことできるよな、人間として。ムカつくよ、このガキ。顔見たくねえや。向こう行け。いなくていいから。いなくていいよ、お前なんか。向こう行けば関係ねえから。こんなにも買ってきやがってよ。何でも片付けねえんだよ、ここに。散らかしても片付けねえんだよ、お前は。俺が全部片付けんだよ、終わってから。だから寝るんが3時とかそうなっちゃうんだよ。で行ってきたのに、くたくたなのに。そうでしょ。あんた人間じゃないよ、はっきり言って。この世から消えた方がいいよ、いなくていいから。本当にいても何の役にも立たねえクズだから。これ持ってってね、ここ置かないで。私しまいないから、大ごとで。もう嫌だから、こんなに。わかりました。本当にずうずうしい子供だよ、本当にね。ずうずうしいよ、この子は。うん、こんなずうずうしい子はいねえよ、世の中にね。うん、これが来るとね、喧嘩になるから。ろくでなしだからね。来なきゃ穏やかでしょ、私ね。ね、うん、そう。まだ洗濯も行ってませんよ、もう3日以上行くって言ってね。医者のね、サンダルもなしてないね。こういう人いますか、一つもね。自分で片付けられないね。県民税も払いません。私が払いました、恥ずかしいからね。何一つできません、自分のことがね。私払いましたよ、県民税。恥ずかしいから。毛布もまだなしてないですね、うん。まだ医者のスリッパもなしてない。あの洗濯は山のようにあります、コインランドリーにね。すごいですね。何もしね、今日も何もしね。私がね、あそこ行ってたでしょ、デイサービス。ほんで買い物はこうどっさり買ってきてね。こんな子いないよ、ほんと。何一つ解決できない、一つずつね。だから怒るんよ、私。普通の子なら怒らないよ。こんな子いないよ、うん、ほんといないかね、うん。こんなにね、いろいろ買うばかりねえよ。金もねえくせによ、年中追われてきてんだよね。これ見てね、こんなに買ってきて、ね、見えてない。働きもしねえでよ。こんなに買ってさ、親苦しめてさ、いつもさ、うん、ね、ひろこさん、ゆせさんナイスだよって、ありがとう。ありがとう。ありがとうね。イライラしてくる、この子見るとね。
人間じゃないよ。うん、あの世でじいちゃんばあちゃんが泣いてるよ。今月30万どうするんね、うん、うまいなこれは。毎月30万の支払いだって普通じゃないでしょ、ね、うん、すごいね。30万に払う人間がこんだけ物を買えるってことはどういう人間ね。こんなデザートなんか買える立場じゃないよね。30万たら2ヶ月食べてきますよね。よし、ハゲすぎ、うん、人間じゃないね。歯医者さん人間じゃないよ。毎回笑う、うん、怒る気持ちはわかるね。わかるでしょ、のんぱちゃん。払うから信号が払わなくなる。いや、ゆうちゃんだって割られるでしょ、人に。県民じゃ払わねえなんて割られるよ。だ10人に1人ですよ、払わねえの。ほんでこう贅沢してんだから。どうでしょう、働いてるよ。悪いけどってね、キューピーちゃんね、うん、猫ちゃん。でも配信使うやつは配信のためだから金に変わるよ。ちょっとこれ冷めちゃったな。もうちょいいっぱい温めて。お金使うのは、うん、無駄だからね、うん、ね、これせんべいとか食ったらおいしいね。家の手伝いなんかしねえよ。自分の部屋豚小屋だよ。あんなの部屋じゃねえよ。レオです、おいしい。もうおいしくねえな、怒ってるからな。怒ってるからこんだけ買われたらイライラしてくる、ね、こん時の思い出さないとな。こん時を関係ねえよ。こん時思い出さないと、怒ってる時はこの時のさ心を思い出してほら。この時を笑ってるこの時ですよ。この時思い出さない。関係ないよ。関係ない。この時思い出さない。エブリンに洗脳される前ですよ。これエブリンに洗脳される前。うわーい、信号。かわいすぎる。ね。あまりに怒ると血圧が上がるようですね。よせさん、かわいい。天使の笑顔だ。まさみちゃん、素敵。ありがとう。ありがとうね。クズがよ。こういう人間クズって言うんだよ。わかる、ね、エブリに洗脳される前だね。今すぐきれいに食べるといいよ、貧乏人は。今すぐきれいに作った方がいいよ、貧乏人なんだから。金に追われてんだから。貧乏人は悪いけどね、金に追われてる人間こんな食い方するんじゃねえよ。本当に貧乏人なんだから。そうでしょ、あんたは。そうでしょ。ずうずうしい子供だよ、この子は。すごいよ、ずうずうしいやろ。話になんねえ、クズで話になんねえ。こぼさないでね、人。こぼしたら正直かけてね、悪いけど。ムカつくから、このクソガキ。熱っ。めったこういうとこ置かないでね、おゴミが増えるから。私が全部片付けてねなくちゃだからさ、これから。嫌なんだよね、私。三段目。苦労してんだから。そうでしょ。私が一人で頑張ってさ、ナイスやってんのに寝てるんだから。そうでしょ。ほんで起きりゃこのざまだよ。頭きねえかい。普通。デザート、良いね。でね。よし、長生きするよ。きっと。でね。
長生きできない。もう無理。久しぶり頭に来ては壊さないでね。ね、悪いけど。そうだよ。もう頭いてよ、私は。あ、ボーチャさん、当たりが出す。リース。あ、ボーチャさん、ありがとうございます。メリークリスマス。ありがとう。皆さん、これ美味しいよ。リース、ありがとうございます。ありがとうございます。飲んでみ、これ美味しい。ありがとう。いいよ、あなたの。いいよ、あなたの飲みかけは飲みたくないから。悪いね。じゃあ、ここ私の飲める、うん。いい、いい、いい。飲まない。私飲まない。悪いね。私止まれ。私止まれ。飲まない。私止まれ。これだったら金の方がいい。私飲まない。金くれよ。金返せよ。親に金返せよ。私飲まない。金返せよ、親に。親の金130万取ったん返せよ。130万取ったよな。この間年金で30万。投資信託の分配金で50万、80万。あとは弁護士の着手金50万。130万使ったよな、人の金をな。俺で壁直せってみんなに言われたって無理なんだよ、そんだけ取られて。私のマネー大抵でもねえの。うん、こんな子いねえよ、本当に。R のケツに50万。そうだよね。うん、ね。ほんとだよ。私黙れ J さん、R のケツに50万。ね。ね。50万だってよ。笑うで。親からね、金踏んだくってよ。親の金130万も踏んだくってよ。ね。うん、ね、うん。こちら、リアルキューピーちゃん。ピカリ。まぶしい。ね、眩しいね、おでこがね、京都野郎がほんと眩しいやな、元冬樹がよ、元冬樹、確かにってね、ね、親の金なんて使うもんじゃねえよ、親が拭いてあげますってね、元冬樹、笑う。ハゲ頭はダイヤモンドのように輝いています。あ、いいね。今日も慎吾のハゲ頭ダイヤモンドのように輝いています。私飲まない。はいはいはい、いらない、いらない、私飲まない、私飲まない、いらない、私飲まない、あなたが口つけたもんは一切言いません、ね、あなたがね口つけたもんは一切いりません、私は、そこまで落ちぶれてません、あなたみたいに落ちぶれてません、ね、あなたが口をつけたものは一切飲みません。あなたほど落ちぶれてはいません。お金に悪いですね。私一生懸命働いてきました。あなたみたいに楽をしたことはありません。自分の家をあんな汚い。いらない。いらない。悪いけどいらないよ。あたし飲まない。うるせえよ。あたし飲まない。あたし飲まない。違いだよね。笑いすぎてね、ニワトリみたいだな、ね、本当だよね、ニワトリ、やだよ。私飲まないっていうのが言われるのが恥ずかしくてちょっと言葉変えたでしょ。あんたの飲みかけなんか飲まねえよ、あんな、お前クズの飲みかけ飲んだら自分もクズになるから、そうでしょ。プリン食べなよ。いいだね。
いらないよ、もう。私食べない、私食べない元雰囲気いらねえよ。美味しいよ、これ。これ美味しい。いらねえよ、元雰囲気。美味しいから。元雰囲気はいらねえ。元雰囲気。このプリン意外と美味しいんだよね。今日もピカッと光ってる。尊敬します。元冬君、笑ったってね、しおんちゃん。笑えるのか、すごいわってね。もう今日もピカッと光ってる。女性さん、長瀞の柏木由紀。信号は元冬君。ね、長瀞の元冬君。戦後おでこが広がってる、うん、あたかしに何見てこれほら あたし食べない、あたし止まない。この写真撮った人も知らないだろうね、吉さんが家でこんな、あんた人間じゃないよとか言ってるのが、ちょっと絶対知らないよね。吉さんの異常性に気づいてない人たちやろな、みんなな。あなたろうさん、元おゆき、今年一番笑った。今年一番笑った。一個も大の方だよ。猫ちゃん、ありがとう。猫ちゃんナイス。ありがとうね。ほら、プリン美味しいよ、プリン。あ、いらない、いらない。いらない。私いらない。河内の石の崎様、光る頭でいろんな意味で発電を上げてきて河内の石の崎様、光る頭でいろんな腕を上げてけ河内の石の崎様サムネ変わったでしょ、ね、ね、変わったよね、河内の石の崎様、面白いね、よかったね、ね、よかったね、よかったね、ヤマト前みたいな笑い声だねえねえ、呼び出しなんて何何、冷めるくれる気持ち悪い、あなたにされる振り合いあれはね、筋合いはねえからねえ、悪いね、栗まんじゅうさん笑う、笑うさん笑う、頭なでなでされ影が映りそうだねえ、元冬樹に触れるのは気持ち悪い。笑うってね。うん、やる、キューピーちゃん。いいな。なでなでしたいよ。うん。しおんちゃん、そんなことを言ったら、本当の元冬樹さんに失礼。本当だよね、
しおんちゃんね芸能人だもんね。トモちゃん、ラブちゃん、今日はよお前がさしおんちゃん笑う猫ちゃん、吉田これサムネにするか。吉田さんのアカウントのサムネこれにする。これ上田のアカウントのサムネこれにするよね。これにする。吉田さんのアカウントのサムネこれにするか。これいいじゃない。これサムネにする。いいよいいよ。お願いしますって良い写真だって元慎吾ってロープちゃん元冬木さんにつもりすぎうわらってね。元慎吾うわらまさしさん慎吾5年後にはつるっぱげになってそうだってね。のりなんちゃんならもう行っちゃったんかい。行ったん。ずうずうしいね。これどうするん。これこんな買ってきてここ置きっぱなし。ちょっとね、悪いけどさこれ俺片付けたくないで。これなんで私がこれ片付けろん。ねえねえデイサービス行ってきてくさびれてんのになんでこんなもの買ってきてさ私が片付けるの。おかしくない。鍋も洗ってないよ全然。ね、流しもすごいよ。ね、私がなんでこれ片付けなくちゃなんねん。ほんと頭くるよね。ぶん投げるかこれ全部。ぶん投げてやるか。ね、ひどいよこれ。ね。